フレモン、デイビス、フレム・サンプソンは、アメリカ合衆国の政治家、弁護士であり、1927年から1937年に、第42代ケンタッキー州知事を務めた。1894年にバルパライソ大学を卒業し、ケンタッキー州、バーバービルで、法律実務を始めた。後のアメリカ合衆国会議員、ケイレブ・パワーズや、ジョン・ロビンソンと、政治的に同盟した。 この二人は、ケンタッキー州東部の共和党員として、著名な存在だった。サンプソンは、1916年には、州の最終審である、ケンタッキー州高訴裁判所判事になっていた。それ以前に、軍判事や巡回裁判所判事も務めていた。1923年、高訴裁判所の長官に昇進した。この職は1927年まで務めた。 その1927年に共和党州知事候補に指名された。民主党は州知事とアメリカ合衆国上院議員を務めてきた JCW ベッカムをサンプソンの対抗馬に当ててきた。この選挙の主要な問題は州立競馬場でパリミューチュエル方式の掛け事を違法化するかということだった。ジョッキークラブと呼ばれる政治マシーンがサンプソンの後ろ盾となり、 サンプソンが違法化に反対し、ベッカムが違法化の立場を取った。民主党の指導者数人がベッカムの指名後に離党した。サンプソンが3万2000票以上の差で選挙を制したが、同時に行われた、州役人の選挙はすべて少佐で共和党が落としていた。このことはベッカムが負けるように慎重に調整された票の受け渡しが行われていたことを示唆していたが、 この件について何も明らかにはされなかった。サンプソンの知事としての任期は騒然としたものだった。1928年ケンタッキー州議会は民主党が多数派であり、サンプソンの提案にも特に反応がなかった。この会期の後、サンプソンは教科書会社から贈り物を受け取ったと告発されたが、後に告訴が取り下げられた。1929年、サンプソンは 政治ボスのベン・ジョンソンを高規格道路コミッショナーの地位から排除した。1930年に議会が再召集された時、議会はサンプソンから多くの指名権を取り上げることで報復し、ジョンソンは復職させた。この会期の後半で、サミュエル・インサルがカンバーランドだけをせき止めて、水力発電を行うことを認める提案を行った。これに対抗して議会は、 ティーコールマン・デューポンが滝回りの資産を購入し、それを州立公園にする提案を認めた。1930年には衆議会がサンプソンの権限をさらに制限することを決めた。サンプソンの任期の終わりは世界恐慌の経済的同様で複雑なことになっていた。エバーツの戦いとも呼ばれたハーラン軍の暴力的炭鉱ストライキを 鎮圧するために衆軍を出動させた。知事を辞めた後は、バーバービルに戻って、巡回裁判所判事に再度選出された。サンプソンは1967年5月25日に、死に、バーバービル墓地に埋葬された。フレム・サンプソンは1875年1月23日に、ケンタッキー州ローレル軍のロンドン市に近いマルタゴーヤで、生まれた。父は、ジョセフ・サンプソン。 母のエモリンであり、その10人の子供のうち9番目だった。軍の公立学校とジョンティ・ヘイズ学校で教育を受けた。サンプソンが13歳の時に、一家はケンタッキー州バーバービルに移転した。16歳の時までに、ローレル軍のインディアンクリーク学校で教師をしていた。バーバービルのユニオンカレッジに入学し、その後インディアナ州のバールパライソ大学に入った。 三年間学級委員を務め、1894年には文学士号を取得した。この大学の方針により、サンプソンは卒業前に少なくとも一年間法律事務所で勉強していたので、法学士号も与えられた。サンプソンはケンタッキー州に戻って、1895年6月に法廷弁護士として認められた。サンプソンはバーバービルで、 法律事務所を開き、市の検察官になった。カレッジでルームメイトだったケイレブ・パワーズが、法律事務所の共同経営者になった。パワーズは後にウィリアム・ゴーベル暗殺への共謀で、告発された。パワーズは党派に偏った、陪審員によって、有罪とされたので、多くの共和党員にとって、政治的殉教者となり、サンプソンがパワーズとつながりがあったことは、 共和党の強いケンタッキー州東部では恩恵になった。サンプソンは後にバーバービルの第一国定銀行の頭取りになった。その地位についた者として最も若い者だった。またバーバービル水道工事会社の社長も務めた。1897年9月20日、スージー・スティールと結婚した。この夫妻には、ポーリン、エモリン、ヘレン・キャサリンという3人の娘が生まれた。 サンプソンの西歴は、1906年にノックス軍判事に選ばれて始まり、この職は4年間務めた。1911年、ケンタッキー州第34司法区、巡回裁判所判事に選出された。1916年にも巡回裁判所判事に再選され、その年後半には、ケンタッキー州の最終審である、ケンタッキー州構想裁判所判事に選出された。 ケンタッキー州の第7高祖地区を代表しており、1923年1月1日には高祖裁判所長官に昇進した。さらに1924年にも再選された。サンプソンとアメリカ合衆国会議員ジョン・ M ・ロビンソンは、ケンタッキー州東部で重要な共和党派閥を形成した。1927年、サンプソンは共和党州知事候補の候補者になった。 対抗馬はアメリカ合衆国内国際入庁税庁週刊ロバート・エイチ・ルーカスだった。ルーカスはケンタッキー州上院議員フレデリック・ M ・サケットとリチャード・ P ・エルンストの支持を確保しており、サンプソンは長い期間支持者だったジョン・ M ・ロビンソンやジョッキークラブの支持を得ていた。ジョッキークラブは競馬場でパリ・ミューチュエル方式の掛け事を支持する指導者たちの連行だった。 サンプソンは予備選挙で39,375票の差をつけ、知事候補指名を得た。民主党はパリミューチュエル方式と禁止法や石炭への環境税の問題で大きく分裂していた。民主党の禁止法支持者と反ギャンブルの派閥はルイビル・クーリエ・ジャーナル編集者ロバート・アース・ビンガムの支援を受け、元州知事でアメリカ合衆国上院議員を務めてきた。 JCW ベッカムを党の州知事指名候補とすることでまとめてきた。ベッカムを指名した後、ギャンブル用語派と反禁手法の民主党員の多くがサンプソン指示に回ってきた。現職民主党知事ウィリアム・ J ・フィールズは、ジョッキークラブの支援を得て当選したものであり、選挙運動に乗り気でなく、ベッカムへの支持を拒否した。選挙戦は特に論争が多かった。 サンプソンはその貧しい出自をベッカムの貴族的なものと比較し、私はマサヘイミンの年寄りフレムです。私がケンタッキー州知事に選ばれたならば、私の事務所に来て腰掛け、こんにちはフレムと言ってくれと宣言した。自分の道徳的綺麗さも強調し、タバコもチューインガムも酒もギャンブルもやったことがない。選挙でかけてすらもいないと主張した。しかし、 州内で競馬を保護することも約束した。サンプソンの対抗馬はフレムフラムフレムと揶揄した。サンプソンは3万2000秒以上の差で選挙を制したが、同時に行われた、州役人の選挙はすべて少佐で共和党が落としていた。副知事選挙の場合、民主党のジェームズ・ブレシット・ジュニアが、 サンプソンの同時立候補者イー・ネルソンを投票総数70万票以上の中からわずか159票差で破った。ジョッキークラブはベッカムを破り大差をつけるために50万ドルを使ったと推計されており、これに対して他の役人の選挙で共和党候補がすべて僅差で破れたことは、ある種の投票捜査が行われたことを示唆しているが、選挙違反が摘発されることはなかった。 1928年にケンタッキー州議会会期でサンプソンニ党が支持したことは真の信念というよりも政治的便宜の一つだったことが明らかになった。この会期の間に成立した小さな事項はケンタッキー州革新委員会の創設と集荷としてケンタッキーの我が家を採用したことだった。民主党が議会を制しておりサンプソンの教科書無料化の計画を承認したが その予算付けはしなかった。パリミューチュエル方式禁止の提案と、州内の学校で、進化論を教えることが、どちらも否決された。ケンタッキー州の歴史家、ジェームズ・クロッターは1928年の会期を、ほとんど何もしなかった会期と呼んだ。この会期の後、大陪審が、サンプソンが教科書会社から贈り物を受け取ったと、告発したが、最終的に取り下げられた。 ベン・ジョンソン、サンプソンが知事に就任した時の修道管理部門の張サンプソン政権で最初の論争が起きたのが州の高規格道路コミッショナーの選定に関することだった。高規格道路局は1000人以上の職員を雇用し、州予算の45%近くを消費していた。議会で評決する場合は、選挙区で新しい道路を建設するという約束で、 票を買うことができた。これによって、高規格道路局は、政治的支持者に恩恵をもたらす主要な促進体になっていた。サンプソンの前任知事フィールズは、下院議員を引退した民主党政治ボスのベン・ジョンソンをこの壺根の長に、選任し、サンプソンはベッカムに対抗する自分に支持をもらうことと、引き換えにこの人事をそのままにすることに合意していた。しかし、サンプソンは、 そのような権限のある地位を民主党の支配下に置いたままにしてはいけないと考え、1929年12月にジョンソンを罷免した。衆議会の民主党は激怒した。1930年の会期が招集されると、即座にサンプソンから高規格道路コミッショナーの指名権を剥奪する法案を通し、その権限は知事、副知事、検事総長の3人で作る。 委員会に委ねることになった。共和党員のサンプソンはこの委員会では少数派だった。民主党は次の州知事選挙では負けないという自信があり、サンプソンの任期が終わる1931年、民主党の支配する議会はこの指名権を知事に戻した。その法案は会員を53票対42票、上院を22票対15票で通過した。 サンプソンはその法案に拒否権を使ったが、その拒否権も覆され、ジョンソンは元の地位に復帰した。サミュエル・インサルがカンバーランドだけをせき止めて、水力発電設備とする案を提案し、サンプソンがこれを支持したことで、また敵を作った。伝統的な南部権限集団、すなわち、公益事業会社と教科書製造会社の支持者が、 その計画から職を得られるとサンプソンは説明した。この計画は、州内の環境保護主義者、さらに州内新軍の大半から反対された。ルイビル生まれの100万長者で、デラウェア州の上院議員ティーコールマンデューポンが、滝回りの資産を23万ドルで購入し、それを州立公園に転用するという代案が提案された。議会は滝について、州立公園委員会に、 土地収容権限を与える法案を通し、さらにデュポンの提案を受け入れる決議を行った。サンプソンはこれにも拒否権を使ったが、議会で覆された。1930年回帰に対するサンプソンの提案は、ベン・ジョンソンとカンバーランドだけに関する戦いで失われてしまった。教科書無料化の資金手当、精神病者の強制断子、 ジェイストアの規制といった提案は無視された。その代わりに、議会は、知事の権限に対する侵食を続け、教科書委員会委員の指名権も取り上げた。知事の権限のほとんどをすべてを剥奪して、3人、委員会に与えたので、副知事のジェームズ・ブレシットジュニアが、残り人気の事実上知事の状態となった。衆議会は独自の計画を追求し、運転免許証法。 海底選挙法、小売店への消費税法を成立させた。マンモス警部国立公園となるものの購入について予算を割り当てる議案も通した。サンプソンは1930年の会期で拒否権を12回行使したが、そのうち11回は覆された。世界恐慌の始まりとともに、サンプソンは政府の支出を統制するために動いたが、 高規格道路の進展については肯定した。1930年には厳しい干ばつがあり、州内86軍が連邦政府の援助を申請した。州東部の丹田で失業率が40%にも上り、統一鉱山労働者組合が州内で最初の襲撃を行った。1931年、炭鉱主が組合に入った労働者の首を切り始めた。 その労働者の多くがエバーツに集まった。地元の保安官が部下26人を増強し、これら候補をブラックリストに載せ、それ以上組織が大きくならないように動かせた。組合指導者たちはサンプソンに保安官と軍判事を罷免するよう請願した。1931年4月半ばにはストライキを決行する炭鉱労働者と地元当局の間で、 暴力的な抗争が始まった。5月5日、射撃戦により3人の主衛と1人の甲府が殺され、エバーツの戦いと呼ばれるようになった。その2日後、サンプソンは周兵を出動させて、主衛側と組合労働者側双方の武装を解除させた。組合指導者のすべてが逮捕され、最終的にストライキは失敗に終わった。サンプソンは知事の任期が明けた後に、 バーバービルで法律実務に復帰し、巡回裁判所判事にも選ばれた。1940年、再度ケンタッキー州控訴裁判所判事の職を求めたが、共和党予備選挙で友人シラーに敗れた。1957年、市民の高規格道路諮問委員会委員に指名され、1959年には、決出した公共サービスに対して、知事のメダルを受賞した。 サンプソンは91歳の1966年に、州憲法改定委員会の委員を務めた。サンプソンは1967年5月25日に、ケンタッキー州、P.V. バレーで死去し、バーバービル墓地に埋葬された。A. パウエル・ギブス・ザ・ネーム・アズ・ケリムズ。B. パウエル・ギブスザイアア・ザ・イヤーズ 1899. ありがとうございます。